This episode is brought to you by Andreas Hamm. あの任天堂のファミコンの時は電子音3つしか使えなかったんですよ、音楽に。ですからこうその3つをどうやって音楽に割り振るかですよね。あのベース音とメロディーとあとコード感を出すアルペジオとかっていう風に分けたりとか、ベースだけ鳴らして上の2つメロディーのエコーとして使うとか、そういうなんかちょっとトリッキーなやり方で独自の自分らのゲームの独自のサウンドを作って、毎日毎日こうどうすれば独自のオリジナリティのあるサウンドができるかっていうのをプログラマーと一緒にやってましたね。まあ、その任天堂のファミコンなんかですと、先ほどお話ししましたように電子音3つだけしか使えなかったんですけど、もう最近のゲーム機ですとスタジオ録音したものがまんまこうゲーム機で鳴らせたりしますんで、例えばオーケストラの曲をゲーム中で鳴らすとか、ロックバンドの激しい曲をゲーム中で鳴らすとかいうことも今もできるわけですよね。だから電子音3音でなんとかこう音楽を表現しなきゃなんなかったっていう頃から比べると、今の方がやっぱり自由に自分の感情を出しやすくなってますね。どのようにチェンジしてるんでしょうかね。僕正直言うと、その機械が変わったから、ハードが変わったからこうしようっていう発想の転換はあんまり正直なくて、あ、今回は電子音3つなのね、あ、今回はサンプリング音源8つなのね、あ、今回はもう何でも使えるのねっていう、その状況に合わせてやってるだけなんで、実はそんなにやってる本人は意図的なところってないですね。それはその通りだと思いますね。もちろんこう音楽を作曲するときに、今のゲーム機の方がじゃあこれはシンセサイザーでいこう、オーケストラでいこう、ロックでいこうっていうのを何でもできるんで自由に思われるかもしれませんけど、どっちが好きかっていうと、僕は電子音3音で作ってた時の方が正直言うと面白かったですね。まずこういうこと言っていいのかどうかあれなんですけど、ゲーム音楽に対する予算が少なすぎますよね。今昔に比べてこうどんどん削られて、音楽に対する予算が削られていってるんで、オーケストラでやりたいところを結局シンセサイザーで代用しなきゃなんないとか、そういうことをしてる人がいっぱいいますよね。あれがちょっと残念かな。あと制限でもう一つ感じるのは、僕が昔スクエアっていう会社にいた頃はもうみんな若くて、もう会社に寝泊まりしてるような状況だったんですよ、はい、でそれでシナリオ書いたりしてるやつもプログラマーも絵描いてるやつも音楽作ってる僕もみんながこう共同生活みたいな感じだったんですよね。毎日毎日顔を合わせて、こんなアイデアはどうだ、あんなのはどうだ、その音楽はいまいちだとか、絵はこういう感じはどうだろうっていう、音楽側からもいろんなアイデアを出したんですけれども、それがフリーになるとなかなかそういうね、たくさんの人たちと共同で作っていくのが難しいかなという。でもごめんなさいね、なんでこういうことを言ったかっていうと、昔の日本のゲーム文化ってそうみんなそうだったんですよ。どのゲーム会社ももう若いやつらが夢を語り合って、
共同生活してる中からスクエアはいろんなもの作って、コナミさんはいろんなもの作って、セガさん、任天堂さんっていろいろあったんですね。あれが一つの僕日本のゲーム文化の特徴だったと思うんですよ。最近はやっぱりある程度出来上がってますよね。シナリオはもちろん、あのバックグラウンドの 絵なんかもキャラクターの絵もほぼ上がってる状態で音楽を依頼されますね。でもファイナルファンタジーっていうのをスクエアで作ってた時は、シナリオをパッて渡されて、これ音楽つけといてっていう感じだったんですよ。だからシナリオから勝手に自分がここに曲必要だなとかいうのを割り出していって、ゲーム一本を丸々自分でコントロールできたんですよね。それは非常にそっちの方が正直言うとやりやすいはやりやすいんですけれどもね。でも僕結構6のティナのテーマなんて言うんだっけ、こっちでテラか、テラ6でテラのテーマっていうのがあるんですよ。テラスティンっていうのがあれとか結構好きですかね。ね、それはまあ始めた頃、僕がゲーム音楽始めたどんくらい前ですかね、30年近く前では考えもしなかったことですよね。正直言うとゲーム音楽をオーケストラで、しかも海外で
コンサートやる、コンサートツアーやるなんてっていうのは思いもしなかったんですけど、でもなんか、まあ一言で言えば光栄ですよ。そういうことに関われてることがすごく自分で光栄なことだと思いますし、あの誇りにも思いますね。でもこれも狙ってやったわけじゃなくって、なんか30年続けてると今今日ここトロントにいたっていうだけの話で、みんなにすごいですねって言われますけど、意外となんかのんびり歩いてきたらここに来てました。ゲーム音楽ってね、なんか今型にはまりつつあると思うんですよ。あのやっぱり少なくとも日本のゲーム音楽って未だにやっぱりハリウッド映画を目指してるような気がする。でもハリウッド映画の音楽を目指しててもね、結局みんながジョン・ウィリアムスみたいな音楽を作るところにとどまってて、ゲームなりの音楽の展開というか可能性っていうのは僕絶対あると思うんですよ。それをゲーム音楽を作ってる作曲家だけじゃなくて、ディレクターとかプロデューサーもいつまでも映画の真似してないで、ゲームなりの何か音楽の付け方っていうのを僕は日本、特に日本のゲーム業界の人は意識すべきだと思いますね。